こんにちは、ダイレクトランチャージの広島です。今回は難しいコード進行の分析方法を紹介したいと思います。ぜひ一緒にやってみましょう。それではやっていきましょう。今回は例題曲としましてジャズのスタンダードの Fly Me to the Moon をやってみたいと思います。 Fly Me to the Moon をこのようにキーを C で表すと Am7、 そして Dm7、 そして G7 から C の Mm7 から C7、 そして Fm7、 Bm7 のフラット5、そして E7 から Am7、 A7、 そしてまた Dm7、 G7、 Cm7、 そして Em7、 A7、 そして Dm7、 G7、 そして Cm7、 Bm7、 E7 という流れになっています。やはりですね、これだけのコードがバッと出てくると、ちょっと頭が混乱しやすいですね。ではですね、ちょっと見ていきましょう。まずは最初の Am。これはキーが C の 6m なので、トニックの Am7。そして、Dm7。これも 2m。6、2。そして、G7 は 5m。そして、Cm7、1m。最初に 6m から入って、次は C に向かう2-5-1 というジャズでよく使われる2-5-1進行ですね。そして次ですね、ここ C7 になった場合、やはり Cm7 と C7 は全くニュアンスも趣旨も違います。C の Mm7、これはトニックとして考えるんですが、C7 はここにも表記されているように、5/7であるんですが、これが4に向かう5/7ですよという表記をしてあげるんですね。そうするとですね、キーが C の4メジャーは F になりますよね。F に向かう5/7というふうに C7 が入る。というふうに考えます。そして Fm7 はサブドミナントになるので、サブドミナントの F に向かうための C7 というのも同じこのサブドミナントの部類に入れてしまおうという考え方ですね。そして Fm7 から次 Bm7、 E7、 Am7。 これは Am7 を1とした2-5-1というふうに考えていきます。ですので、ここ Bm7 フラット5の時は6に向かう2-7、そして E7 は6に向かう5/7という表記を書くわけですね。そうしておくと、この機能的にも Bm7 と E7 は Am に向かうための2-5であるので、Am7 はトニックに入るので、トニックグループに入れてあげます。そして Am7 に落ち着いて、そしたらまたこの A7 が出てきます。この A7 になったら、同じ A でも Am7 と A7 は全く違って、 A7 は次の Dm に向かうための5なので、2に向かうための5というふうに考えるわけですね。2mはサブドミナントですね。なので、サブドミナントの Dm に向かうための5-7、A7 もサブドミナントに分類してあげましょうという考え方ですね。そしてまた Dm7 から G7、 Cm7。これは2-5-1。そして Em7、A7 と来ても、これもまた Dm に向かうための 2-5-1 ですね。なので、2に向かうための Em7、そして2に向かうための5-7というふうに A7 と考えると非常にシンプルですね。そして Dm7 自体は今度は最後の Cm に向かうための 2-5-1 という考え方ですね。ここは面白いですね。 Dm に向かうためにまず 2-5-1 を挟み、解決した Dm がもう今度は C に向かうための 2-5-1 になっている。
このように難しそうに感じてしまうコード進行も細かく見ていくと、非常にシンプルなよく使われるコードの流れの繰り返し、それをいろんなところで使っているのでパズルのようになってて、どう捉えたらいいのかわからないっていうふうに感じるかもしれないんですが、やはり定番のコード進行をいかにうまく入れていくかということが大切ですね。今回の Fly Me to the Moon だとジャズでよく使われる251、251は簡単なことかもしれないんですが、どこに向かうための251を入れているのか、さらに一つの2に向かうための5、セカンダリードミナントをさらっと入れたりするので一瞬難しく感じるだけですので、ターゲットのコードをちゃんと見つけてそこに向かう25だったり5だったりというふうに考えてあげれば、ビートルズの Let It Be のように1564というシンプルな数字だけで見るような感覚でジャズなどの難しいコード進行も読み取りができるようになると思います。ぜひ参考にしてみてください。それでは失礼します。ダイレクトラインスタジオでは体験レッスンを行っております。ギター、ピアノ、ボーカル、そして作詞作曲など一人一人のやりたい内容をマンツーマンで丁寧に教えます。ピアノ弾き語り教室のホームページから体験レッスンを受け付けています。ぜひご応募お待ちしております。